はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もベッタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日使っていくのは、こちらの F57 だと思います。はい、なにこれ。ということで、今回ね、この武器使ってやっていこうと思うんですが、この武器ね、皆さんご存知でしょうか？まあ、知ってる方がね、大半だとは思いますが、こちらですね、なんと、5層貫通するんですよね。バカタレ武器になっております。はい、このね、SS198 弾が、貫通レベル5なわけですよ。はい、なので、頭ワンパンです。はい、もうこれがあれば、まあ、大抵の敵はしばけるんじゃないかなと。で、まあ、胴体当ててもね、かなり強いので、まあ、この F57 ね、使って、今回ね、ノースリッチ会合で、ダム待ちしていこうと思います。すいません。先に謝っておきたいと思うわ。はい。ちょっとね、とりあえずガンスミス見ていくんですが、まあ、こんな感じですね。基本ステータス垂直61、水平27、エルゴノミクス72、精度21、腰ダメ67、有効射程55、追加ステータスサイレンサー低い。ってことで、まあ、今回こいつ使ってやっていくんですが、まあ、冒頭にもね、伝えた通り、ダムで待っていきたいと思う。もうさ、残り時間5分になったら、必然的にね、敵が来るので、確実に来るんで、そいつらをしばいていこうというふうに思います。はい。もうちょっとね、眼薬極まりないんですが、まあ、でもね、ザムザム弾使わないだけ、まあ、まだね、マシかなって思いますが、まあ、今回ね、この拳銃をしっかりまあ活躍させてあげられる場が、まあ、多分ダムしかないんですよ。はい。まあ、ちょっとホテルでもね、これ使えるっていう噂を、まあ聞いているんですが、まあ、とりあえず僕はホテル苦手なんで、まあ、僕がね、最大限活かせるところとしたら、まあ、ダムかなと思うので、とりあえずダムでしばいていきましょう。レッツゴー！はい、ということでね、まずは射撃場にやってきました。とりあえずリコイルなしで撃っていきます。こんな感じで、まあ、上に上がっていきます。で、20発撃てるんでね、結構さ、まあ、撃てるんですよ。まあ、拳銃で20発ってさ、まあ、だいぶオーバーキルだと思うんですよね。で、リコイルしたらこんな感じ。はい。まあ、しっかりね、タップ打ちでパキュンしていく必要があるんですが、まあ、頭当てりゃ、この通り一撃よ。はい。で、胴体も2発ですよ。強すぎないこれ。これやばいよね。でさ、ちょっとさ、怖いよね。この銃声。パキュンとか言って、ちょっとリアルですよね。こういう拳銃でさ、なんか車の中から狙撃されたら、もう怖いですよ。はい。一応足も確認しておきますが、足当てはそんなに良くないか。うん、良くないね。まあ当たってるのかどうかも怪しい。まあ、精度がちょっと若干悪いので、まあやっぱ胴体2発もしくは頭1発って感じか。まあ了解しました。はい。ということでね、本日は、まあそんな感じで F57 ノースリッチ会合ダム待ち大作戦やっていきたいと思います。すいません。はい。ということでね、秒速 58cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。まあもちろんね、NR パスは、チラリーン鼻から牛乳してきました。あ、間違えました。購入しました。はい。ということでですね、まあちょっと3万円ってさ、まあだいぶ高いんですけど、まあそれ以上のですね、利益を出せば、まあ問題ないし、まあしかも、ダム待ちっていうね、まあ超簡単な仕事をこなすだけでさ、まあ数十万手に入ったら、マジで楽だよね。てか、ここからしかわかんねえんだけど、俺、どうなってんのマジで。まあ、とりあえず行きますか。まあ、ここで湧いてくれるのはね、非常にありがたい。さあ、回復警察の皆さんが激横プンプン丸です。一旦回復しておきましょう。まずい。もう最悪だわ。前回の全ロスがさ、なんか思い出された。今、フラッシュバックしやがった。で、俺さ、なんでさ、今回ダム待ちするかっていうと、まあ、ね、このノースリッチ会合大作戦のさ、まあ、第1弾の動画でですね、僕防具をですね、まあ、変え忘れたんですよ。まあ、変え忘れたっていうか、まあ、時間なさすぎて、焦りすぎて、パニックになってね。で、まあ、結果的に防具を変えられなかったって話なんですが、まあ、だからさ、まあ、僕はね、そこで誓ったわけですよね。もう防具を変え忘れたくねえっていうか、防具を取り替えてやるっていう風に。まあ、だからね、僕は汚らしいこの戦場にまた舞い戻ったわけですよ。エナジードリンクガブ飲みタイムも4本あるんで、まあ、とりあえず大丈夫でしょう。で、まあ、今回ね、ダム待ちって言うんだけど、まあ、とりあえずダムのね、こことかこことかに多分脇ポチあると思うんだよな。まあ、なかったらすいません。まあ、なんかありそうなので、一旦ですね、まあ、残り時間が、まあ、13分とか、まあ、わかんない、15分とかでもいいかもしれないけど、とりあえず、一旦初動は無視する。それがマジで大事。はい。まあ、開くね、10分前ぐらいにさ、こもってればいいんじゃないでしょうかね。まあ、ちょっと同じくね、ダム待ちしてくる外役プレイヤーもいるかもしんないんで、まあ、外役はもう外役を持って制すしかないから、まあ、そんな感じでね、毒には毒をぶつけてあげて、まあ、孤独の王をね、決めたいと思います。はい、とりあえず、一旦ね、20分後お会いしましょう。はい、ということでね、まあ、ちょっと行きますか。まあ、そろそろ動いていきたいと思います。なんかいつの間にかね、お腹が減っていたので、ちょっとね、エナジードリンクをガム飲みタイムして、で、あいつはスカブなんでちょっとめんどくさいから、こっちの方からね、迂回していきましょう。いやー、少しね、まあ、緊張感が走りますよね。こういう作戦系ってさ、やっぱりその、成功させたいからさ、結構ドキドキするんだよね。なんか無駄に。あ、なんか走行車両からさ、もう帰ろうとしてるわ。早い。今回のさ、ホテルニキは、だいぶ賢い。だってさ、バカたれたもんな、正直。なんか来てるか。え、ワンチャンこれダムニキいるのか。あ、びっくりした、びっくりした。おい、待って。怖い、怖い。強すぎ。もう本当に。おかしい、マジで。やめてくれよ、頼むから。で、ダムちょっと入っていきましょうか。一旦ね。怖い。俺と同じ考えのやつがいませんように。もういたら害悪すぎる。はい、じゃあ僕はここで、動かざるごと山のごと死を決め込んでいきたいと思う。いや、なんかさ、ミスったかもしんない。あ、ミスってなかった。よかった。あ、ちょっと待って。来んのこれ。マジで。だるすぎる。ほんとに。お前、待ってくれよ。まあ、とりあえず縛りとくか。これ、スカブがさ、そこにちょっと転がってんの相当めんどくさいんですが。まあ、とりあえず、20発吐いてしまったんで、一旦ね、マガジンリロードかまして、ASMR のお時間参りたいと思います。参る。つうことでね、これ一発何円ぐらいしたっけな？700円ぐらいしなかったこれ。したよね。700円かけるさ、20発でもう14000円打ってしまったってこと。恐ろしいわ、本当に。あ、来た。さあ、ワンチャン来るぞ、これ。来てます。これは来ますぜ。足音が聞こえてきた。まあ、絶対スカブじゃないと思うんだよな。ここまでスカブの足音が聞こえてくることっていうのはないと思うんですよ。だから、いるな。来てるな、これ。とりあえず右側から来てる臭い。マジで来い。で、そこのさ、スカブワンチャンあさらねえかな。まあ、でもこのスカブのさ、死体の位置を気づいて、僕がこの階段にね、潜んでるっていうね、そこまで推理してくるプレイヤーだったら、相当うざい。どうなんだろうな。知恵を絞ってくるのか、まあ、それともね、強欲に漁ってしまうのか、まあ、ここはあえて漁らないことによって、まあ、このですね、スカブをしばきたい2機が、ワンチャン来る可能性がある。は？ダム有効になった。あ、びっくりした。さあ、来てるぞ。来た。います。来てます。さあ、来るぞ。いや、ちょっとここ怖いよな。一旦ね、ここは、動かざるごと山のごとし。で、一枚臭いな、これ。来たぞ。カモがやってきた。はい。で、僕も今から行って、で、ここで、しばくわけよ。はい。もうやります。詰めますよ。はい。こんにちは。はい、終わり。終了。あっぶね。ふぅ。なんとか勝ちました。こういうこと。はい、対戦ありがとうございました。一旦治療を終えて、これしばいて。で、しっかりとね、武器と防具全部持って帰ろうか。はい。まずい。こっから始まる。はい。うまい。あー、美味しい。ちょ、待って。これ変えさせて。交換して。あーくっそ、あとバックおい、何やってんだ、こんがり。マジか。ただ、めっちゃ作戦成功した。もうやばいって本当に。もう簡単だってこのゲーム。やばいわ。なんかさ、最近さ、こういう作戦多くてすいませんね。ということで、無事にしばくことができました。本日の最終結果はこちら！20万円！もうね、ファルをゲットしたのにさ、もうファルの歌をね、歌う余裕がありませんでした。あー、くっそ！マジで惜しいわ。あとバックだけ。もうバック拾った方がいいよね。もうミスったマジで。ちょいさ、これやらかし案件ですよ。ただ、F57 強すぎる。本当に。おかしい。これダム待ちでさ、まあ、1体ね、来たんですけど、普通に勝てる。ということでですね、マジで、イージーゲームでしたね。はい。まあ、皆さんね、絶対に真似しないでください。もう本当に、お願いしますから、ノースリッチ会合でダム待ちだけは本当にやめて、もう時間があってもやめて、もう正面からさ、ぶつかってきてほしい、みんなには。反面教師にしてほしいですね。この動画は。はい。まあ、これはですね、注意喚起動画となっております。はい。まあ、皆さんね、ダムから帰るときは、こういうくだらないやつがいるかもしんないから、絶対に気をつけてくれ。はい。もう最後の最後までね、油断はしないでほしい。っていうかなんなら、階段にね、グレネードケアぐらいはしてほしい。まあ、火炎瓶でもいいけど、まあ、とりあえず、そんな感じでですね、皆さん、お帰りの際は、十分気をつけてください。めちゃめちゃうまい。以上、今回でした。じゃあな、じじー。